生命、何をしてるの？いや、大したことではない。星を見ていただけだ。星ですか？どうしてですか？近い将来の吉凶を占っていたのだ。近頃は鬼の類も多く見る。いつ何が起こるかわからんからな。都の陰の気も日に日に高まっていますしね。私の占いでもあまり良くない気が出ています。生命の方はどうだったの？新たな巡り合わせと人波乱があると出た。どうも誰かが持ち込んでくる話のようなのだが。生命、お前に聞きたいことがある。少しばかり時間を作れ。もちろんただでとは言わんぞ。ほら、神楽、椿餅だ。ありがとう。なんで生命様を頼りにしてきたのに、神楽様に手土産を？まあ、神楽も喜んでいるようだしな。うん。喜んでいるんですか？喜んでいますね。そうか。よかったぜ。それで、聞きたいこととは？カエルに乗っていて、人の形をしたウサギの鬼に心当たりはないかと思ってたな。うん。山ウサギのことでしょうか？知っているのか、犬っころ。琥珀は犬じゃありません。狐の式神です。でも、山ウサギって言えば、見た目からして、やけに目立つ鬼ですからね。そうか。なら犬っころもついてこい。話は歩きながらしてやろう。ちょっと、広正様！生命、行くの？そうするしかあるまい。どのみち、強引に引っ張られるでしょうしね。人の形をしたウサギの鬼。確か、山ウサギという名前だったか。どうも、その山ウサギが、夜な夜な都を走り回っているらしい。馴染みの貴族が数人、その物音や声で、全く眠れないと泣きついてきやがった。それで退治をお願いされたんですか？ああ、そういうことだな。にしたって、珍しいですね。広正様が生命様を頼りにしてくるなんて。確かに。俺とて、お前たちには頼りたくなどなかったんだが、一晩の間で、北の一条王子で見たかと思えば、南の九条王子でも見たと聞く。とにかくどこに現れるかわからん。それを一人でどうこうしようとなると、煩わしくてかなわん。単純に人手が欲しかったということか。そういうことだ。それに、鬼とはいえどもウサギだ。到底強いとは思え。前にも言ったが、雑魚の相手などできん。かといって、頼まれたのならば、放っておくわけにもいかん。なるほど。広正様が生命様を訪ねてきたことに、合点が行きました。つまり、退治は生命がするのね。いいだろう。都の秩序を守るのが陰陽師の仕事だ。勘違いするなよ。山ウサギが強いなら俺が一人でやる。わかっている。その時は手出しはしない。広正さんは相変わらず清々しいと言いますか。そういうところは琥珀も嫌いじゃないですけど。いや、やっぱり嫌いです。琥珀をすぐに犬扱いしますから。とはいえ、まずはその神出鬼没の山ウサギを見つけなければ話は始まらん。そもそも山ウサギはどうして都を走り回っているんでしょう。さてな。避けろって。ヤマガエルは急に止まれないんだよ。なんですか、ぶつかってきたのはそっちなのに。ヤマウサギとその乗り物、生命様、広正様、こいつらで
よ。俺は好きでこいつの乗り物になってるわけじゃないんだが。あなたたち誰？私たちに何か用？夜な夜な都中の王子を駆け回っているのはお前たちだな。そうだよ。何が目的かは知らないが、今すぐにやめることだ。でなければそこの怖い顔の男がお前たちを退治するそうだぞ。退治？やだよカエルさん、逃げよう、早く。いや、都の中を走り回るのをやめれば。いてぇ、頭の花を引っ張るな。早く早く。わかったから、上で暴れるな。じゃあな、人間ども。あら、行っちゃいましたね。少し驚かせすぎたか。追いかける生命。あれだけ派手に走り回っているなら、そこかしこに痕跡があるはずです。そうだな。仕方がないな。完全に見失ってしまったな。どうする？かすかに妖気を感じるな。手がかりがあるやもしれん。では、この辺りを調べてみるとしましょう。ヒロマサ、お前の術で、どうにかならんのか？術？邪を拒み、制する術。それが結界の術だ。結界内に入ってくるものならまだしも、出ていくものはおえん。というか、やれたら最初からお前たちには頼らん。そうか。都全体に広政様の結界を張ってみては？それはできるできないの前に時間がかかりすぎるな。山うさぎたちのためだけにそれは大げさかもですね。生命、かすかにでも妖気を感じるなら見てみたらどう？そうしてみるか。山うさぎ以外の鬼の匂いもしますし、どっちに行ったか見てるかもしれませんね。ものすごくうなっていますね。何かを警戒しているみたいです。犬っころ同士会話できないのか？だから犬じゃなくて狐です。だいたい無茶な話です。琥珀だって言葉の通じない相手とはおしゃべりはできません。足元に何かあるわ。それを守ってるんじゃ。宝物かなんかですかね。あれが何なのか、どうやって確認するかだが。うわ、やる気満々みたいですよ。力を行使せよ、救急如立よ。なんとかおとなしくなりましたね。ほら、椿餅分けてあげる。だから、それをちょっと見せて。持ってきていたのか。お腹が空いた時に食べようと思ったの。そうか。これは、花びら。と、なんだ、これは。ここだけ地面が濡れていますね。ヤマガエルの仕業でしょうか。ここだけにか。しかもわずかだが薬の匂いもするな。それについては謎ですけど、花びらは手がかりになりそうです。
ヤマガエルの頭に咲いていたものね。ここに落ちているということは、ここを通ったということです。しかしそれ一枚でどうなる。点々と落ちてるなら話は別だが。目に見えずとも問題ない。この花びらと同じ容器をたどればいい。ほう、陰陽師はそんなこともできるのか。時間が経っていないなら追うのはそれほど難しくはない。なるほど、そういうことならお手並み拝見といこうか。六根少将、どうやら南羅生門の方へと向かったようだな。すぐに追いかけましょう。じゃあね、ワンちゃん。さて、この辺りで容器はパッタリと途切れているが、見たところ近くに姿はないみたいだな。逃げられたにしてはあまりにも綺麗にヤマガエルの容器がここで止まっている。陰界への裂け目が開いた様子もない。となればうまく隠れたということでしょうか。おそらくはな。どこに隠れたんだろう。近くに隠れているというのは確かなんだな。断言はできんが、その可能性は限りなく高い。そうか、ならば出られんように辺り一帯に結界を張ってやろう。結界か、それは助かるな。別にお前のためではない。礼はいらんぞ。琥珀、匂いはどうだ。そうですね、いくらか風に流されてしまってますが。あ、その花びら拝借してもいいですか。これのことか。くんくん、なるほどなるほど。生命様のご推察通り、ここから先には行っていないと思います。容器どころか匂いですらもここでぷっつりと。この辺りで隠れられそうなのは限られているというか。あからさまにあそこだけ容器が濃いですね。隠れていても無駄だ。おおよその場所はわかっている。それに隙をついて逃げても結界を張っている。もう逃げられないですよ。悪いようにはしないから出てきてください。そんなの嘘だもん。絶対に退治するつもりなんだ。あ、このバカ、喋ったらいるってバレるだろうが。なんだか緊張感ないですね。悪い鬼には見えませんが。こうなったらカエルさん出撃だ。俺は戦いたくないんだが、あいにくこいつは言い出したら話を聞かないんだ。だから悪いがよ、まかり通らせてもらう。生命来るよ。王さん、わかっている。目覚めよ、時は来た。ごめん、最初の小鳥たちよ。進化だ。飛べ、私の小鳥たちよ。五行結界陣、私の小鳥たちよ。琉球によりつれよ。飛べ、私の小鳥たちよ。戦いたくないって言ったんだよ。たく。だって。女の子供の姿とはいえ、甘ったれた鬼だな。顔怖い。何か言ったか。まあまあ、ひろまさ様。別に間違ってはいませんよね。うん。それで
俺たちをどうするつもりなんだ？そうだな。反省しているのなら何もするつもりはない。そりゃ本当か？本当です。生命さんが退治するつもりなら、とっくにそうなっていますよ。はあ、話のわかる奴らで本当に助かったぜ。して、どうして都中を駆け回っていたんだ？競争してたの。どっちが早いかって。競争？それだけですか？うん。今までは山で競争してたんだけど、都の方が面白いんじゃないかって話になって。いや、ちょっと待て。競争だと、お前らだけじゃないのか？うん。後から追いついてきたから退治されちゃうって伝えて、一緒に逃げてきたんだけど、途中ではぐれちゃって。相手は誰なの？ムーバちゃん！ガガちゃんって鍋の鬼に乗った子。モーバって、確か、冥界の途中にある小屋に住んでいる鬼だったはず。琥珀もそこまで詳しくはないのですけれども。素直じゃないし、ちょっと意地悪だけど、お茶を入れるのが上手ないい子なんだよ。あと、なんだかいろんな薬草にも詳しいんだ。お前が得意げにすることじゃないだろう。生命。どうやらそのモーバとやらが来たぞ。勇気と土器を蓄えて、無理やりに結界の中へと入り込んできた。山ウサギ程度だと思って、弱い結界に留めたのが、裏目に出たようだ。なるほど。やはり自分で結界を張るべきだったか。てめえ、喧嘩を売ってやがんのか？そのつもりはないが、どうやら来たようだぞ。これは、もう喋らなくていいわ。すぐに助けてあげる。あ、この匂い、さっき濡れてたところと同じ匂いです。かなり熱くなってるみたい。あなたたち、覚悟しなさい。冥界に引きずり込んで、特製のモーバ茶をたくさん飲ませてあげる。おいしいお茶なら大歓迎ですが、そんな代物じゃないですよね。全部なくして、まっさらになっちゃい。行こうよ。聞く耳持たずですね。どうも、今日は争わずに済む日ではないようだな。力を行してよ、救急如立寮。ごめん、私の小鳥たちよ。ふっ、真剣だ。少女、飛べ、私の小鳥たちよ。飛べ、私の小鳥たちよ。なんて乱暴な。飛べ、私の小鳥たちよ。飛べ、私の小鳥たちよ。強敵よ。ジュフ大佐。飛べ、私の小鳥たちよ。ロッコン少女。飛べ、私の小鳥たちよ。私とガガが負けた。大丈夫？ごめんね、山ウサギ、山ガエル。もうダメみたい。ごめんね、助けてあげられなくって。せっかくできた友達なのに。おい、落ち着いてくれよ。いつものすかした態度はどうした？そうだよ、私たち別に退治されるわけじゃないから安心してよ。え、そうなの？
夜な夜な都のあちこちを駆け回らなければな。それ嘘じゃないの？私は騙されないわ。似た者同士は引き合うというが、何かに乗っているどころか人の話を聞かないところまで似ているとはな。血気盛んな割には弱いところもそっくりだな。それだけ仲がいいということですよ。別にそんなことは。えひひ、やっぱりそう見えるの？やったね、モーバちゃん。ちょっと、そんなに寄らないでよ。恥ずかしいじゃない。なんか、力が抜けちゃった。おい、そこの鬼ども。もう都で騒がないと、約束できるか？そりゃもちろんだよ。俺たちも退治なんかされたくないしな。うんうん。そうか。なら、あとは生命、お前の好きにしろ。それでいいのか？俺は弱い者に興味はないし、弱い者いじめもしたくない。それに、夜ぐっすり眠れるなら、あの貴族たちも何も言わんだろう。怖い顔の人、意外と優しい？何か文句でもあるのか？ひろまさ、脅しちゃダメ。ああ、もちろん分かっているぞ。さ、山に帰るんだ。これ以上騒ぎを起こせば、本当に退治されることになるかもしれん。それは、勘弁してほしいわね。そうだね。都の王子での競争はとっても楽しかったけど。退治されるよか。いつもの山で競争してた方がマシだ。これで一件落着ですね。安心したらお腹が減りました。私も、椿餅は犬にあげちゃったから。また持ってきてやる。ほんと？ありがとう。はあ、にしても、今夜は北に南に、果ては西へ東へと大忙しでしたね。占いは的中といったところだな。あ、確かにそうですね。さすが生命様です。禍々しさ。黒夜山には強い瘴気が溜まっているようだな。さあ、私と共に戦ってくれ。飛べ、私の小鳥たちよ。強敵よ。破壊。爆撃。飛べ、私の小鳥たちよ。主人様、
目覚めよ、時は来た。飛べ、私の小鳥たちを強敵よ。大軍の爆撃。飛べ、私の小鳥たちを強敵よ。炎は燃える。飛べ、私の小鳥たちよ。少女、火の玉で飛べ、私の小鳥たちよ。力を行使せよ、救急如立よ。飛べ、私の小鳥たちよ。強敵よ。さあ、私と共に戦ってくれ。ごめん、私の小鳥たちを強敵よ。少女、飛べ、私の小鳥たちよ。目覚めよ、時は来た。ごめん、私の小鳥たちを強敵よ。ごめん、私の小鳥たちを強敵よ。